で今日はとりあえず、はい、人形を動かすことにちょっと慣れる、はいはい、で来年1月の再開館にアーヤの人形劇を披露するべく美術館スタッフへ熱心に稽古をしてくれている五郎さん、スタッフたちも初めて間近に見る人形劇の動きに戸惑いながらも楽しんでいる様子です。うわ、結構疲れんのよ。いや、結構残るじゃないですよ。めっちゃ筋肉使うわ。それぐらいね、皆さんやっぱそれぐらいだ。これ膝ついちゃダメだよ、膝ついちゃダメ。もっと絡めた。はい、はい、これはやばい、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 もうちょい低い、斜めてそうね、プリプリしてる、プリプリしてるわ、プリプリしてるわ、プリプリしてる。はい、体これこっちに、はい、はい、後でちょっとやってみよう。やば、わやば、トーマス誰？ハンザ、さっきは命のやばい、やばい、なんか肩甲骨が肩甲骨ベラよ、この2人を置いとけ。もっと早く、水のバッツだ、やばいやばいやばい、水のバッツだ、もっと早く、はい、水のバッツだよ、水のバッツだよ。これが本当のバッツだよ。歩くときはさ、大きい人が、うん、あちょっと上目、上目です。ああ、すげえ。全然違う。全然違う。全然違う。あ、そう。あと、もう、こんなイメージでいいの？あー！あー、すげえ、すげえ。マジ？マジ？無理。あー！マジ？生きてる。すごいわ。あー！マジ？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 いつの間にだよ。これが多分一番ヘビーだ。あんまり持ち上げないでいると。あ、もうちょっとステイしてて。いや、でアイアのトーマス全然ここでステイでいいんだよ。そんなこと言ってる暇がある。とっとと掃除を始めな。私がやることをよく見てて、一緒に真似してやってみてほしいの。ワンロール1000円ですので皆さんもください。教えてくれたらこんなことにならなかったのに。どうたくさんに悪いんだよな。